はい、今回は片手が不自由な方でも片手でできるネックレスをつけるコツですね。はい、やはり、男性はあまり使うことはないかもしれませんが、女性はよく使うであろうこういうネックレスですね。やはりこうつけようとなるとここですよね。これが両手でもこうつけるのは両手でも苦労するということですから、片手だともう当然なかなか難しいということですので、今回はそのコツを紹介したいと思います。はい、ではこちらお願いします。はい、じゃあ手順としてはいかがでしょうか。はい、鏡を用意します。はい、で輪っかを開く輪っかの方を、うんうん、開く輪っかの方ですね。はい、自分の使える手の方に巻きます。うんうんうん、なるほど。では左手が使える方はこの輪っかが、お首の左側に来るように持ってくると。左手が不自由で右手が使える方はその逆ですね。はい、輪っかのところがお顔の右にこちらに持ってくるようにするということですね。はい、はい、でそうなると輪っかじゃない方が今はお首の右側に来ているということですね。はい、はい、じゃあこちらからはどうされますか。で鏡を見ながら顔開いた状態で、なるほど、はい、受ける方に持っていくと、なるほど、入ります。ああ、左手で開いておかれて、ちょっともう一度できますか。はい、鏡の画面を映した方がいいかな。うん、あ、今アップにしてますね。ここですね。最初はこれを外れてますもんね。鏡を見ることでこれ今はここから外れますけれども、これですね、どこにこの引っ掛ける先があるかを鏡で見ておいて、左手で輪っかを広げて、はい、開きました。でそこに目がけて入れると、これは鏡を見ながらだいぶ集中力がいりますね。こうスッと入るときと入らないときとあるということですけど、慣れたらまあできそうですね。ちょっと時間かかるかもしれないけど、はい、できると思います。ました。はい、素晴らしい、ありがとうございます。でそこで最後にくるっと回すと。はい、はい、ありがとうございます。すごいです。また皆さんもご活躍を活用ください。それではまた次回楽しみにしていてください。